優しくされたら好きになっちゃいます。すごいすごい、めっちゃ上手ですよね、はい、めっちゃ気合い入れて頑張りました。でも毎日本当にすごい、こんな緊張するんだみたいなぐらい緊張してました。イエーイ、皆さんこんにちは。さあ今回も始まりました、ボット女子バナ日和。今回もですね、ある共通点を持った女子レーサーの皆様に集まっていただき、いろんなお話聞いていきたいと思います。さあそれではまずこの方からご紹介してまいりましょう。女子バナ2回目の登場となります、静岡支部から柴田桃江選手です。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。前回の放送見ました？あ、一回見ました。一回見ました。はい。どうでした？いや、ちょっと恥ずかしいです。こちらは初登場ですね。静岡支部から河合萌恵選手です。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ようこそ女子バナにお越しいただきました。はい。見たことありますか？あ、いつもあのおすすめとかに出てくるんで見てます。どうでした？出てみたいなとかってありましたか？あ、こういうの苦手なんでちょっと頑張りたいと思います。さあそして最後この方も2回目の登場ですね。静岡支部から小坂部ありさ選手です。こんにちは。こんにちは、お願いします。いや、初めて登場いただいた時はあの道着を着てもらったりいろいろ無茶ぶりもあったと思うんですけど、はいはい、今回2回目ですがいかがですか？はい、前回よりは話せるといいなと思います、はい柴田選手、はい、あの3人こうピットでよくお話とかはされますか？あ、はい、練習とかも結構一緒になるんで、うんうん、はい、じゃあ仲良しっていうことで認識して大丈夫ですよね？はい、大丈夫ですボーっと女子バナ日和。テーマはこちらです。祝新 G1 目指せスピードクイーン静岡三人娘な女子バナーということで、皆さんとお送りしていきたいと思います。今回静岡支部の皆様に集まっていただきまして、今テーマで発表させていただきました新 G1 ということで、皆さん何のことだか分かっていらっしゃいますかね？噂には聞いたことあります。そうですよねきっとファンの方たちもですね、まだ把握されていない方が多いと思いますので、改めてちょっとご紹介をさせていただきたいと思います。2025年の2月にプレミアム G1 スピードクイーンメモリアルというレースが新設されました。第1回大会が皆さんのホームプールでありますボートレース浜名湖で開催されるということです。選出方法なんですが、 A1、A2 級および B1 級、優先出場者が24選手いまして、過去1年間12月1日から11月30日の各競争場のレースにおいて1着を獲得した競争のうち最も早いレースタイムを記録したレーサーというのが、優先出場ということになります。とにかく速く走った、レーサーが優先的に出場できるというのがまず一番のねキーポイントだとは思います。このスピードっていう部分ではご自身は自信はある方ですか？いや、自信ないですね。私あんまりタイム出ない方ですか？上がりタイムとかタイム、うん、見たことないですね、あんまり。あ、そっか、そんなに気にもしてないかなっていう。気にしてないです。とりあえず一着で走り切ればいいかなっていう感じだったんで。柴田選手はどうですか？いや、多分私すごい遅いんで、うん、ちょっとこれから頑張って走ります。一着走ってたらなんとなくそうイメージしてて、はい、そう、柴田選手と河合選手はあんまりこう気にされてなさそうだなっていうなんとなくの印象だったんですよ、はい。でこの3人の中だと、はい、坂部選手はちょっと意識してたりしないかなっていう願望も込みでですね、うん、思ってたんですけど。私全然スピードとか、はい、上がりタイムとか全然気にせず、一着走るときはもう丁寧に丁寧にこけないように考えて回るタイプなんで、うん、タイムはそんなに出ないです私は。そっか、はい、
皆さん今のところ意識もしてなかったし、そんなに速くないタイプですっていうことなんですけど、やっぱりこの初めての開催が浜名湖っていうことになれば話は変わってきますよね。はい、はいはい、出たいということでですね、皆さんの現状のレースタイムをちょっとここでチェックしていきたいなと思うんですが、やば皆さんご自身の最速タイムとかって把握してたりしますか？全くないです。そんなに気にしてないってことですもんね。気にしてないです。じゃあこちらのスタッフの方が調べさせていただきましたので、ちょっと発表しますね。河合選手と柴田選手はご自身が最も速いタイム出したのが芦屋だったんですね。で、河合選手が1分47秒0。これが2022年4月の、芦屋の7レース、まくったレースでした。柴田選手が1分47秒6。はい、これね、2020年12月なんですけど、芦屋に関しては渡辺由美選手がすごいタイムを出してて、1分44秒8。すごい、やばい、これが まさにスピードクイーンかなっていう感じにはねなるわけです。芦屋がタイム出やすいとかそういう印象あったりしますか？なんか馬場さんがなんかめっちゃ速いタイム出したみたいなのは聞いたことあります。ババさんとか言われるとね、もうなんかもうちょっと次元が違いますそりゃ早いよなっていう風にね印象づいちゃいますけどね。はい、ということで、お二人は芦屋でのタイムとなりました。で、小坂部選手に関しては今年の3月に小島でまくったレースがあって、1分47秒6と、はい、いうタイムになるわけですね。あの、皆さんが本気出したらめっちゃ早いの出るかもしれないんで期待してます。はい、本気で本気で返事聞いた時に実は3人にある共通点があるんですが、皆さん何か分かりますか？何ですかね2024年前期の級別審査で見事初 A 級に昇格した3人ということで、おめでとうございます。やばい、すごい、皆さん同じタイミングで A 級ということなんですが、柴田選手知ってました？はい、2人も A 級になったっていうのは、はい、はい、知ってました。萌えちゃんとか一緒に勝負かけ、同じセットでしてたんで、もう2人で毎日緊張してました。あ、そうだったんですねでも毎日本当にすごい、こんな緊張するんだみたいなぐらい緊張してました。じゃあ河合選手も見事にね A 級昇格が決まったっていうことで、その時はどういうお気持ちでしたか？最初全権来る時は何も考えずに、なれるか分からなかったので全然何も考えずに行って、で途中ぐらいから大丈夫なんじゃないとか先輩とか競技本部とかで言われたので、そこでなんか実感が湧いたっていうか、やっと、はい、胃が痛かったです初 A 級昇格ですが、はい、お気持ちどうですか？いや、嬉しいは嬉しいんですけど、やっぱ調整面では先輩たちに教えてもらわないとできないことが多いんで、なんか A 級でいいのかなってちょっと不安な面はありますね。いや、もう最近の活躍は本当に、あの、皆さんこう巷でもね話題になるぐらいなんですけど、先輩2人から見て小坂部選手はどうですか？最近の走りっぷりっていうのは。あ、もうすごいです。素晴らしいどういうところがすごいみたいなあります？なんかエンジン出すのめっちゃ上手くて、なんかもういつも教わってます、プロペラとか。いや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 それはないで
でもまあ静岡全体がこの女子のなんて士気がこうどんどん上がっていってるのが目に見えて分かって、しかも皆さんこうしっかり勝率とかも上がってきてる感じで、みんなで頑張ろうみたいな空気感なんですか、やっぱり静岡支部って。そうだと思います。先輩もめっちゃすごい教えてくれるし、うん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 、いい支部だなって思います。いい環境でやれてるっていう実感はあるんですね、うん、はい。逆にまたこう出走表で A2 って出るじゃないですか、ファンの方が見る目もまた一段階こう変わってくるところも出てくると思うんですけど、そういうところで心構えとかって何かあったりしますか。やっぱりなんか責任感とかも今まで通りじゃダメだなって思うので、はい、もっとなんか実力を全部上げなきゃいけないなって思います。河合選手いかがですか。情けないですというか、そういうのをしないように精一杯頑張りたいです。小坂部選手も同じ気持ち。はい、全く同じですね。めちゃめちゃ謙虚ですよね、小坂部選手っていつも。いえいえいえ。水面出ると人変わりません。永久になっていいのかなみたいなね、謙虚なこともおっしゃってましたけど、もう堂々と永久選手として頑張っていただかないとですもんね。はい、うんうん、頑張ります。うん、応援してます。続いてはナイスなレースをご紹介していただきたいと思います。これまででご自身が思うナイスだったレースっていうのを、柴田選手から聞いていきましょう。さっき話してたあの勝負がけの時の、はい、最後の最後までもう勝負がけだったんですけど、うん、それの最後のレース、はい、なんかそれしかも隣萌えちゃんだったんですけど、なんかもうすごい緊張しました。じゃあそのレースを振り返りましょう。みんなで見ていきます。はい、はい、10月27日1号艇、またこの1号艇も緊張しますよね。いやもう選抜の1号艇だったんで、はい、選抜の1号艇で乗ったことも多分なかったんで、それも緊張したし、もう本当に緊張しました。逃げました。はい、あでもあ、もう大丈夫みたいな。これ1マーク回っても、あ大丈夫って思えたんですね。はいはい、思いました。じゃあ割とその後は落ち着いてターンマークを回って回って、はい、落ち着いて回れました。はい、すごい。なんか先頭抜けても、いやもうドキドキしてましたっていうようなお話もね、聞くこと少なくないので、はい、なんかもう 1マークでも逃げればもうなんか大丈夫って、うん、はい、思ってたんで、はい、良かったです。いやみんななんか、うん、なんか頑張れとか言ってくれたし、で終わってその勝負がけ成功できた時 もう結構いろんな人にでもなんかおめでとうってめっちゃ言ってくれ、うん、もらえたんで、はい、すごい嬉しかったです。じゃあ続いて河合選手に伺っていきたいと思います。地元で初一着取れた時です。お、見ていきましょう。これは2021年ということで、まあ、2年以上、ね、はい、前のものにはなりますが、はい、思い入れの強い地元での初一着、はい、5号艇ですね。はい、これ、何勝かしてたんですけど、はい、あの男子の方々に勝てるのが初めてだったんで、うん、なんかあれってなりました。しかも1号艇が平石選手で、はい、はい、と西田選手がいたりとか、なかなか濃厚なメンバーでしたよね。はい、はい、なんか初めて先頭に立った、なんかすごい景色が綺麗でした。いつもと違う。いつもと違いました、はい、前にしぶきもないし、はい、またちょっとこう女子レースで勝つのとは一味違ったんですね。なんか嬉しさが全然違いました。そうだったんですね、はい、いや素晴らしい。ベテラン相手にまくり切ってね、地元で一着を挙げたレース振り返っていきました。さあそして最後に小坂部選手にも伺いたいと思いますが、いつのレースになりますか。
三国で初優出した節の準優のレースです。見ていきましょう。11月の8日三国の準優勝戦です。3号艇に注目してください。さあ一幕、ここはおおいいまくり差しですね。河合選手いかがでしょう。いやすごいです。柴田先輩どうですか。完璧です。完璧です完璧いただきましたけど、改めてご自身で大阪部選手どうでしょう。初めての優出だったので、準優で一等が見えて、バック走ってる時にすごい嬉しくなりました。優出できるっていう。優出が2号艇でということで、ま、はいね、あの着順的には悔しいところだったと思うんですけど、初めての優勝戦っていう、はい、舞台はどうだったんですか。いやすごい楽しかったです。なんか、まあ、メンバーも濃いし、はい、なその中に自分が入れたことがすごく嬉しくて。師匠は何かおっしゃってました。喜んでくれました。すごい、はい、なんかそう、大阪部選手が優出した時、あの豊様はどういう感じなんだろうって思って気になっちゃってましたそれではここで緊急企画、一足お先に勝手にスピードクイーン決定戦、イエーイ、はい、ということでですね、皆さんには再来年の地元スピードクイーンを目指していただこうというわけなんですが、女子バナでは先取りをして独自の内容で勝手にスピードクイーンを決めてしまおうではないかということで、いろいろな項目でこの3人の中からですねスピードクイーンを決めさせてもらおうと思っております。いくつかこの後テーマを出していきますので、3人の中で当てはまる選手の名前をですね事前にお渡ししている札で挙げていただければと思ってるんですが、そうそう、それです、それです、はい、はい、あのちなみに自分っていうのもありなんで、自分の時は挙手していただければいいかなと思っております。はい、第1問目です。この中で一番すぐに人を好きになっちゃう惚れっぽいスピードクイーンは誰でしょうか。シンキングタイムスタートイメージ、イメージでいいですからね、あの実際知らなくてもぽいっていう。いきましょう、それでは札をお出しください。せーの、じゃん、あー2票入りました、河合選手に。えちょっと恥ずかしそうな河合選手、頬が赤らんでおりますけれども、もともとですチーク足しましたなんか すぐ顔赤くなるんで、はい、あなんかそっかそっか。例えばですけど、こう好きな人があのこう近くにこう出てきたりするともう顔で分かっちゃうみたいなくらい分かりやすいタイプっていうことですかね。分かりやすい、なんか、はい、すぐ顔赤くなっちゃう2票入ったことに関しては河合選手は反論はあります。でも どうですかね、でも好きになっちゃうかもしれないです。優しくされたら好きになっちゃう。好きになっちゃいますはい続いては2問目いきたいと思います。この中で料理の達人クッキングスピードクイーンは誰ということで、料理上手っぽいっていうことかな。皆さん札を出してください。せーの、はい、じゃん、はい、あー満場一致柴田選手ですお料理結構得意なんですか。得意というかもう、はい、健康をすごい気遣ってて、はい、
い、結構自炊はしてます。うーん、ちなみに普段どんなものを作って食べてるんですか？なんだろう、でも結構なんか鍋とか多いかもしれないです、はい、あ、ちょっとヘルシーに、ヘルシーに、お野菜も取れて、はい、はい、うん、そうです。なんですか、ファーストフードとか食べてなさそうですもんね。よくなんかあの、はい、後輩の子に、はい、そんなの食べちゃダメって言って言ってます、はい、あのみんなの子、はい、健康を、はい、気にしてます。第3問目いきたいと思います。この中でどんなことも長く続かない飽き性スピードクイーンは誰だということで、皆さんお考えください。飽き性、飽き性、うん、それでは皆さん、はい、札をお願いします。せーの、じゃん、はい、あー、わからん。いや、萌えさんか自分か迷いました。どっちかと思って、うん、うん、お坂部選手はご自身であげましたね。はい、飽き性、飽き性です。河合選手も大阪部選手に一票を投じてましたが、どんなイメージなんですか？なんか全てにサバサバしてそうなんで、うん、なんかもうやめるとか言いそうだから、うん、偏見で入れました。例えばですよ、そう、彼氏とかがいてもあの最悪と思ったら別れてみたいな感じで言えちゃう。本当ですか？うん、勝手なイメージです。はい、そんなことないですか？いや、多分そんなことない。なんか意外とつっかつか言えないタイプです。そうか、言いたいギャップがありましたね。静岡レディースの3人の最近について伺っていきたいんですが、趣味とかあと流行っていること、まあ、ハマっていることとかを何かあれば教えてほしいなと思っております。まず河合選手いかがですか？はい、私は旅行に行くのにハマってます。うーん、ちなみに最近はどこに行きました？韓国です。あ、いいですね。何をしてました？主に買い物なんですけど、うんうん、あと、韓国の伝統衣装を着ました。あ、チマチョゴリみたいな。あ、そうです、そうです、そうです。あと他にどこか良かったなって思ったスポットありますか？あの、大分県行ったんですけど、うん、色がついた、なんていうんですか、あの、ネット色がついたネットあの水色とかあの赤とか、はい、のネットを巡っていく、うんうんうん、7個ぐらいあるんですけど、それを歩いて巡るみたいなやつに行ったんですけど、めっちゃ良かったです。じゃあ続いて柴田選手にも伺いましょう。最近アロマにめっちゃハマってて。じゃあ結構そのアロマを宿舎とかに持ってったりとかもするんですか？はい、持ってってます。あ、この前桃江さんの部屋行った時にすごいいい匂いしました。こういうやつです。こういうやつでなんかシュシュシュとして、ディフューザー的な感じの。あ、そうです、ディフューザーで、うんうんうん、はい、結構それでじゃあ心身ともにリラックスさせてっていうことですね。なんか個室だともう柴田選手のなんかこうワールドというか環境がめっちゃ整えられてる。整ってますね。最後に大阪部選手ですよ。まあ、あげるとしたら釣りかなっていう感じですね。これがボートで、めっちゃいい写真。あの、朝とか行くとなんかこういう感じの写真が撮れるんで、うん、すごい綺麗で、うん、綺麗。それを楽しみに行ってるっていうのもあります。結構めっちゃいい写真じゃないですか。これがサーフ、はい、サーフで、はい、あの砂浜で釣りするんですけど、はい、家から5分かからないのところにあるんで。え、家から5分でこの写真が撮れるってことですか？はい。え、家どこですか？行きたい。あ、釣れた。これは
伊豆に行ったんですけど、はいはい、ロックフィッシュで赤旗を釣ったんですよね。ちょっとこれちっちゃいやつなんですけど、はい、これさばきました。頑張りました。すごいすごい、めっちゃ上手ですよね、はい、めっちゃ気合い入れて頑張りました。釣れたお魚も、うん、美味しく、はい、いただいてます。最後にボートレーサーとしての今後の抱負を聞かせていただきたいと思います。まず柴田選手からお願いしましょう。とりあえず A 級には上がることができたんですけど、まだ実力が全然伴ってないんで、まず全部のなんか技量を上げるのと、あとはなんか浜名湖で優勝戦に乗りたいなっていうのが今ずっとあるので、うん、はい、地元走れるときはいつも以上になんか頑張りたいなって思ってます。さあ続いていきましょう。河合選手お願いします。初 A 級とあと輸出ができたので、その上を目指して優勝したいっていうのと、あと A 級になれたってことでずっと A 級で居続けられるようにしっかり頑張っていきたいと思います。では最後に大阪部選手お願いします。 A 級に上がることができたので、まずは A 級を維持できるようにいっそいっそ調整面だったりしっかりエンジンを仕上げていいレースができるように日々努力したいなと思います。さあ今回の女子バナそろそろお別れのお時間となりました。皆さん貴重なお話たくさんありがとうございました。ありがとうございました。ぜひですね、地元浜名湖で第1回開催となるスピードクイーンメモリアル、なんとしてでも皆さん出場していただきたいと思います。頑張ってください。頑張ります。頑張ります。頑張って。頑張ってはい、ということでね、楽しい女子マナお送りできたと思いますので、ぜひ皆さんチャンネル登録そして高評価の方もお願いしたいんですが、今回は女子バナ初登場となりました河合選手にそちらのコメントをバシッと締めてもらいたいと思います。お願いします。はい、この動画がいいと思いましたらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。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 それではお別れとなります。またお会いしましょう。さようなら。ボート女子バナ日和はボートキャストでもご覧いただけます。詳しくはボートキャストで検索してください。